今日は私ついに二重整形することになりました。私はちょっと甘めな量産型の顔になりたいので、量産型可愛くなります。二重にしてからもう人生変わったから、私は二重にしてめちゃめちゃ良かったなと思います。せーの、とんこつ玉すぐれおいです。今日なんとですね、ただいま池袋に来ております。イエーイ。今日は私ついに二重整形することになりました。やったやったやった。動画見てると分かると思うんですけど、私めちゃめちゃ一重なんですよ。もう見て、この平べったい顔、もうザ日本人顔なんですよ。私見てください、この鼻も高くない一重だし、のっぺらい感じ。多分視聴者のみんなだったら分かると思うんですけど、こう二重やりたいってずっと言い続けてまして、ついになんと二重案件いただきました。タッチ可愛くなりまちゅ。今回はなんとフルメイクで来てくださいということなので、アーメロちゃんのメイクをしてやってまいりました。今回二重手術するところはですね、 TCB の池袋東口院さんですね、そちらから案件いただきました。やったーやったやったやった。とりあえずちょっと緊張してるんですけど、ワクワクなんでちょっと早速いきますか。いきましたいきました。はい、ということで TCB さん着きました。じゃあ早速行ってみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ご案内いたします。そしたらこちらの問診票ご記入をお願いいたします。わかりました。緊張してますか？ちょっと緊張してますね。でも私すごい今一番やりたかったことなので、めちゃめちゃ嬉しいですね、やっぱり。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今井と申します。お願いします。先生よろしくお願いします。はい。ということで今井先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ちょっとワクワクしてきたんですけど、はい、今日の手術の内容って二重手術、切開しないんですよね。今日は埋没二重で行こうと思ってます。埋没っていうのは、はい、糸を入れるんですか？そうです。まぶたの裏側に糸を入れることによって、切開ほどダウンタイムが少なくて、忙しい方とか、ダウンタイム取れない方ですね、もう気軽にできる施術になってます。じゃあそこが結構なんかすごい忙しい方とかにもメリットですね。はい。その糸入れたりするとやっぱこう違和感みたいな、違和感とかはどうですか？やってる時はもう麻酔で痛みとかはゼロに抑えられるっていうところと、はい、もうやった後はもう、少し違和感は2、3日続くんですけども、ほとんど気にならない程度にはなると思うので安心してください。はい、忙しい方にもすぐできてダウンタイムですが、私にはめちゃめちゃぴったりな手術ですね。じゃあ、緊張してると思うんですけど、カウンセリングの方始めていきます。はい、お願いします。じゃあ今回なんで二重をしたいと思いましたか？私もうめちゃめちゃ顔が日本人顔で薄っぺらいんですよ。ずっと二重したかったんですけど、はい、アイプチとかしても全然上がらないんですね。私まぶたが食い込みが入りにくいっていう感じですね。そういうことですね、はい、アイプチだろうが二重のりだろうが、はい、全然ダメなんですよ、はい、すぐ落ちるというか、なのでしたいなって思いました。わかりました。希望の二重の理想ってありますか？私全然詳しくなくて、はい、なんかそのあるんですよね、末広型と平行型と、はい、似合う方でお願いしたいんですけど、どちらが似合いますかね？じゃあ今からシミュレーションでちょっといろいろ見てみましょうか。はい、ちょっとイケメンだから先生が緊張してるんですけど大丈夫ですかね？あんまちょっと肌汚いんで見られたくないっていうか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ少し顎引いてください。はい、で鏡と目の高さ同じで、はい、鏡も角度つけずにここの高さで見ていきますね。はいはい、で狭い幅から広い幅まで全部見ていきます。はい、目を閉じてください。はい、目を開けてください。ここが末広型ですね。ここが末広と平行の間の今流行りのミックス型っていう形になりますね。へえ、ミックス型。ミックス型。ここが平行型。なので大きく分けてだんだん広げていくと末広、ミックス、平行の形になっていくんですね。おお。今どこがなんかご自身の中でいいなと思いました？どういうとそのミックスぐらい。その前末広型、これってでも好みですよね。そうですね、好みなんですけど、平行型はちょっと派手な感じ、末広型は結構ナチュラルな感じになると言われてるので、そうですね。もう一回見ていきましょうか。はい、これ結構ナチュラルですよね。あ、本当だ。目閉じてください。ここがミックス。全然違うかも。ここがしっかりとした平行。葵はどっちがいい？私はちょっとベビーフェイス顔になりたくて甘めな量産型の顔になりたいので。量産型でも今の流行りは結構幅が狭いんですよね。昔だと結構幅がすごい広い二重が流行ってたんですけど、今ちょっと韓国ブームとかがあって、ナチュラルな狭めが流行ってるっていう感じですね。ミックス具合にしよう。末広の方が俺はいいと思う。末広がいい。俺はね、僕も末広が末広にします。ちょっともう一回見ていきます。はい。自分で決めな。自分の体だからさ。ここまで末広がってですね。このくらい辺でもすごく綺麗だと思います。で、広げれば広げるほどのデメリットもちょっとあって、末広ミックス平行の順に広げていくんですけど、広げていけば広げていくほどこの幅のも出てくるので、ちょっと眠そうな印象になるんですね。派手な感じになるんですけど、ちょっと眠そうな印象にもなるんです。自分的にだ末広でなんか俺もそう、末広がいいかも。まぶた重いから、平行にしちゃうとより眠そう。今ちょっと確かに言われてみたら、今でさえなんか眠そう今でさえもう目がちっちゃいからね、本当に人と違って。でも埋没することによって目の開きは少し良くなるので、ちょっとこっちの目を見ていいですか。はい。これ末広がった。僕結構ここが綺麗かなと思いますね。可愛いかなと思います。末広ですね。これは末広でいきます。末広でいきます。あとなんか不安な点とか、例えばなんですけど、私今のうちにめちゃめちゃ整形したいと思っていて、はい、次やるとしたら、もし目を終わった後にどこがいいと思いますか。やっぱさっきのお悩みからすると、目がちょっと離れてるタイプなので、目頭切開とか、はい、するともう全然印象が変わってくるので、黄金比っていうのがあって、目頭から目尻が1対1対1っていうのが黄金比と言われてるので、今見た感じ1対1.3 対1ぐらいなんですね。1対1対1に合わせるようにここを切ってあげた方がより。そうなったら結構切らなきゃいけないじゃないですか。そうですね。まあ切る量は多いで、逆にそれすごくメリットで、離れ目の方っていうのは切る量が多ければ多いほど横幅が広げられるんですね。でももうより目の方が目頭切開したいっていう風になると、切れる量が少ないので、切れる量が多い離れ目タイプの方の方が変化率がすごい多いので、目は大きくなると思いますよ。やってみたい。二重してから目頭切開できるんですか。あ、二重してからの方がいいですね。二重してからバランスを見て、ぜひ反響があったら、はい、ぜひ反響があったら、それも全部やりたいんでお願いします。お願いします。この後の流れちょっと教えていただいてもいいですか。この後は一応施術の内容とか、まあ、リスクとかをしっかりご説明させていただいて、まあ、納得の上で、まあ、やってもらうっていう形になりますね。はい。で、施術時間はまあ本当に5分から10分で終わる。そんな早いんですか。5分から10分で終わるものなので。ダウンタイムがだいたい。ダウンタイムはだいたい3日から1週間っていうのが平均ですかね。でも本当にまぶたに傷ができないっていうちょっと新しい方法でやるので、通常の昔の方法だと傷ができてしまうんですけど、まあ針の穴ぐらいの、でもそれも今ない方法があって、なのでまあ。その直後からお化粧をして、極端な話お仕事に行かれる方も少ないんですけど、いらっしゃるぐらいなんです。めちゃめちゃすごいじゃないですか。便利。私にとってはすごいですよ。私も1ヶ月毎日スケジュールが入ってるので、嬉しいです。できるだけ離さないように頑張りますので、よろしくお願いします。はい、ということで、ただいまから今井先生にマーキングをしてもらうということで、シミュレーションとマーキングしていきます。はい、じゃあ目と顔の角度、高さを合わせてここで見てください。はい、じゃあさっきの末広型を作っていきます。目を閉じてください。この辺がさっきの位置なんですけど、ご希望があれば細かい調整はしていきますけど、どうですか。目頭側を広げたいとか狭めたいとかっていう、先生にお任せします。ちょっと見ていいですか。目閉じてください。はい、やっぱこの辺が自然でいいかなと思うんですけど、どうですか。大丈夫です。大丈夫そうですか。はい、じゃあ目をゆっくり閉じてください。ちょっと強く押さえますね。後つけるためです。マジック当てますね。じゃあちょっと左側もこれ仮マーキングなんですけど、一緒に合わせていきますね。で、1回この仮マーキングを見ていただいて、 OK だったら本マーキングに入りますね。じゃあ見ていただきますね。目を閉じてください。こんな感じと、こっちもこんな感じ。おお、綺麗です。大丈夫そうですか。はい、ここから本マーキングで正確に測りながらマーキングを、正確に測りながら、定規で正確に、定規で。目ちっちゃい方ですか、私。いや、目の開きも横幅はもう平均的なので、まあ、全然ちっちゃくはないです。そうなんです。私、はい、目ちっちゃくて目つきが悪いって、それ多分すごい。それもう悪口だよ最後にご質問とか不安な点ありますか。不安とかは大丈夫なんですけど、はい、先生はご結婚されてますか。僕はまだ独身です。ちょっと気になっちゃったありがとうございます。切れちゃった、切れちゃった。かっこいいですね。じゃあ本マーキングに入ってもいいですか。はい。じゃあ横になっていただいていいですか。はい。ここから上下やってできますね。はい。ごめんなさい、すいません。はい。なんで笑ったの？可愛い。思ってない時の笑いだ。そんな面白い顔してる？わお。まつげからの距離は今正確に測ってるので。なんで目の開きがまあ若い人と同じなので、同じであればまつげからの距離の高さを合わせれば理論上は同じ幅になる。じゃあちょっとお待ちください。はい、よろしくお願いします。可愛くなります。どうやら、はい。僕ここまでなので。わかりました。施術がね。はい。終わった頃にまた。はい、迎えに来てください。バイバイ。いってらっしゃい。おめさん、怒りましたか。2分前に怒りました。2分前。はい。ちょっと映していいですか。すごくない。すごい。すごいでしょ。全然糸とかのあれもないし、見て跡ないの。本当じゃん。綺麗でしょ。ただ意識あった。あ、そうなの。意識ずっとあって、うん、力が抜けていく感じで、でも、うん、引っ張られてる感覚はあるけど痛くない。歯医者の治療みたいな。あ、そう。でも歯医者さんの方が音がするじゃん、ウィーンみたいな、うん、なんか怖い。あ、そっちの方ね。こっちは全く怖くない。スーって感じ。先生の声だけ聞こえてるみたいな。はい、ということで今井先生ありがとうございます。お疲れ様でした。すごいバッチリ二人になりました。まあちょっと今むくんでる感じがあって、あと右目少し腫れちゃったかなと思うんですけど、術後、大事なことっていうのは今日とか明日はしっかり目を冷やしていただくと、はい、今のむくみ感とかちょっと腫れぼったい感じ、むくっとした感じが軽減されます。あとはそれがひどくなっちゃう行為っていうのもあって、すごくお酒をたくさん飲んでしまったり、はい、あとは体を温めてしまう、例えばサウナとか長風呂をしてしまったりっていう体を温める行為っていうのを避けていただけば、ダウンタイムっていうのはなるべく早く収まると思います。わかりました。じゃあ今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、ということで今回の今井先生の SNS は概要欄に貼っておきますので、皆さんぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1ヶ月後が楽しみです。お疲れ様です。お疲れ様です。整形して3週間経ちました。イエイ。今ちょっとアイシャドウはまだしてないんですけど、見てください。もうこのパッチリ二重。すごいね。そうなんですよ。なんか変わったことありましたか？やっぱりメイクが楽しいね。で、まあ、なんかどこに幅に塗るとかみんなも教えてくれるし、だんだんメイクが楽しくなっていくから、ちょっとメイク動画が増えました、うん、で、あとやっぱ二重にしたことによって写真撮るのが楽しいので、もう毎日私は自撮りを撮ってしまいます。あ、ほんと？そうで、めちゃめちゃ盛れるの、その自撮りも。私マジで日本人顔なのね。こう平べったかったし、一重で鼻も低くてみたいな感じだったんだけど、二重にしてからもう人生変わったから、私は二重にしてめちゃめちゃ良かったなと思います。すごい。もっと早く二重にすればよかった。そんなに？あとみんなにめちゃめちゃ可愛いって言ってもらって、自己肯定感爆上がりだから、二重してよかった、本当に。痛くないし、すぐもう2日目からはもう化粧できるし、もうカラコンも入って、もう分かんなくない？これやってよかった。めちゃめちゃよかったですよ。やったー。ということでありがとうございました。先生もイケメンだし、スタッフさんも優しいし、綺麗だし。はい、ということで私はですね、今回 TCB 院さんの池袋東口院さんでやっていただきました。皆さんもしよかったらぜひ調べてですね、概要欄に貼っておきますので、こちらの目やってみてください。他の動画を見てね。バイバーイ。レイトくんのためにおびちゃんにました。今日はアーメラが出してください。やいちゃーん。てかおびちゃんだって私だって入れれますから、担当にそんなふうにしちゃったら入れないでください。やいちゃーん。レイトくんと席が長いのは私だし、夫でもなんか女が普通にレイトくんのことベタベタ触ってるなんて、レイトくんも気持ち悪いと思ってると思うんで。